中国安基省の繁華街で買い物客らを刃物で次々と襲い20人を死傷させた男の死刑が執行されました死刑が執行されたのは去年6月安基省の繁華街で刃物で7人を殺害し13人に重刑傷を負わせた5両死刑囚です 繁華街は当時、週末で歩行者天国となっていて多くの買い物客や家族連れでにぎわっていました安徽省の地方裁判所は去年11月に死刑判決を言い渡し呉死刑囚が家庭と社会に不満を持ち人々を殺害することで恨みを晴らし報復しようとしたと指摘しました。また、犯罪は悪質で、 影響は極めて深刻だとしました。死刑は今月十五日に執行されました。